We used to call it the happiest turn in the world. Enjoy your holiday then. This is Naomi Haywood, a photographer from New York. Why would someone like Naomi come to this far-flung corner of England? Because of all the interesting things to photograph, of course. That's the official line anyway. Her true reasons lie elsewhere. A certain client has asked Naomi to investigate a secret. And she's hoping this job will help her escape a colossal mountain of debt. And I'm sure they'll look great on you too. Who is this client? Well, that'll become clear soon enough. Very interesting. What the? There's cats and dogs all over the place. Is this the town's big secret? This can't be happening. How are you? I've got a bad feeling about this. None of your business. The Woodland Witch! All right, time for you to do your thing, legendary sheep. Hey, wait up! Activate turbo mode. Thou art recognized, hero. く、腐れ地獄だぜ。あ？魔女の館。Goddamn hellhole! What the? There's cats and dogs all over the place. What the hell? This can't be happening. Woohoo! Lobster! Oh! William!
drink any more.最も幸福と言われる町で、マジ最悪だぜ。とんでもないもの見つけちまった。少女の遺体が見つかった。マジかよ。なんてこった。こんなことなら、こんな町。殺人鬼は誰なのか。のどかなイギリスの田舎町に住む世界一奇妙な住民たち。この町にはとてつもない秘密が隠されていた。人々は夜犬になる。そう、犬バージョンもあるんだよ。世界一幸福な街はきっとあなたの人生を変える。ザ・グッドライフ。あなたはどっちを選びますか？の田舎町、訪れたのは借金まみれのドブ人生に嫌気がさした一人の写真家。彼女は世界一幸福な町で一発逆転を企んでいたのはずが、なんだよこのクソど田舎。今時ネットがない。携帯も圏外。スタバもない。ニューヨークスタイルピザが食べたい。フリートはどこ。ブラックタップのミルクシェイクを飲ませろ。羊が放し飼い。こいつら何考えてるんだ。マジ腐れ地獄だぜ。今すぐニューヨークに帰らせろ。それは無理。まずは借金を完済しなければ。働いて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 稼いで稼いで。
稼いで稼いで。彼女は必死に町を出ようとする。やった。でも結局は稼いだ分だけ使っちゃうんだよね。ドリンキング、世界一幸福な町に住む世界一奇妙な住人たち。そしてこの町にはとてつもない秘密があった。人々は夜猫に、世界一幸福な街はきっとあなたの人生を変える。ザ・グッドライフ。ちょ、マジ最悪だぜ。とんでもないもの見つけちまった。マジヤバいぜ。マジかよ。なんてこった。こんなことなら、こんな街、こんな街、マジで腐れ地獄だぜ。地球上最も幸福と言われる街で、ちょ、マジ最悪だぜ。とんでもないもの見つけちまった。少女の遺体が見つかった。マジかよ。なんてこった。こんなことなら、こんな街、殺人鬼は誰なの。のどかなイギリスの田舎町に住む世界一奇妙な住人たち。この町にはとてつもない秘密が隠されていた。人々は夜猫に犬になる。世界一幸福な街はきっとあなたの人生を変える。ザ・グッドライフ。あなたはどっちを選びますか？皆さんこんにちは。ホワイトアールのディレクターのスエリーです。僕の最新作であるザ・グッドライフに対して興味を持ってくださって本当にありがとうございます。このザ・グッドライフという企画はレッドシーズプロファイルが完成したすぐ直後ぐらいだから、2010年か、11年の頭ぐらいからずっと温めてた企画になります。ですのでリフォーを作ってる時からこの企画が頭の片隅にずっとあったわけですけれども、これを思いついたきっかけっていうのがレッドシーズプロファイルを作ってた時に当時のプロデューサーだった方が突然ですねロンドンに転勤になってしまいました。で、転勤に行ったまま帰ってこれなくなって、そのままずっと遠隔で僕は大阪でレッドシーズを作って、彼はロンドンでプロデュースするっていうようなことが続いてました。で、その時はですね、なんで僕を一人残して遠くに行っちゃったんだろうと悲しんだんですけど、よくよく考えるとその時に新しいゲームとしてインスピレーションが来たんです。その例えばイギリスの田舎町に送り込まれてそこの町から出られないみたいな、そんなゲームっておもろいんじゃないかなっていうような感じなんですよね。アメリカの田舎町を当時レッドシーズンで作ってましたから、アメリカとはまた違うエッセンス、匂いとかこう温度肌感みたいなもんがイギリスだと出せるんじゃないかな、そういうふうに考えたんですね。
ザ・グッド・ライフっていうのは、そのジャンルで言うと借金返済 RPG っていうかな。その要はレベルアップの代わりにお金を返していく、借金を返済することによってそれで物語が進んでいくみたいな、そんなゲームですね。主人公はニューヨーク出身のフォトグラファー、写真家のナオミです。彼女はですね、こう借金を返済するために、莫大な借金をですね返すために、とあるクライアントの依頼でイングランドの片田舎にあるレイニーウッズっていう田舎町に取材に行きます。その町を取材することが、借金を返す条件です。で、その町は世界一幸せな町って呼ばれてて、クライアントはその秘密を知りたがってるわけですよ。でナオミはね、これを引き受けることで、この仕事をすることで借金も返済できるし、なおかつついでに自分も幸福になれたらいいなぐらいの軽い気持ちでこの町に行っちゃうんですね。けどその町で殺人事件に遭遇します。で、町の重要参考人として町から出られなくなってしまうわけです。こんにちは、ファントムダストのディレクターを務めていた二次です。今回、セイリーさんと一緒に新しいゲームを作ることになりました。彼の作風は僕も大好きで、この話が決まって以来、すごく興奮しています。セイリーさんとは Xbox One のローンチタイトルを同時期に作った戦友でもあり、ディープなゲームの話ができる友達でもあり、同じ世代のクリエイターとしてのライバルでもあります。今回、そんな彼と一緒に仕事ができる、すごく楽しみにしています。グランディングは創業から10年で、これまでも任天堂やマイクロソフトと一緒にいろいろなゲームを開発してきました。またスマートフォンや VR のタイトルなどいろいろなゲームを開発しています。今回そういったノウハウを持つスタッフがこのプロジェクトに参加することで、クオリティの高いゲームを素早く完成することができるというふうに確信しています。またグランディングも新しいことに挑戦し続ける会社です。そういった同じ価値観を持つ2つの会社がタッグを組むことで、いい開発環境が作れるのではないかと思っています。主人公のナオミになってイギリスの田舎町にダイブして、この奇妙な町での生活を楽しんでください。それがエンディングを迎えるための最良の方法です。よろしくね。皆さんもこの企画にぜひ参加してください。退屈はさせないです。